ッカー部の皆様、優勝本当におめでとうございます。童貞です。どうぞ。元気を与えられるということで、これからも日々精進していきたいと思っております。青森山田高校としても青森県としても初の日本一になることができました。日本一になれたのはたくさんの方々のおかげだと思っています。実際に三村県知事も現地に足を運んでいただき、得点を取った場面や試合終了のホイッスルが鳴った後はとても喜んでいる姿をピッチの中からでも見えました。5試合テレビなど観戦していましたが、やはり青森山田強しをですね、全国に知らしめたというふうに思っています。今回、雪国のチームとして、青森県の代表として、本当に胸を張って、選手たちが頑張ってくれた成果がこのような優勝という形で持ち帰ってくることができたこと、本当に嬉しく思います。そしてほとんどの試合が苦しかったんですけど、やはり豊昇高校との初戦からすごいいい入りができたというか、最初危ないシーンはあったんですけど、やはり青森山田らしいサッカーというものを初戦から見せることができてとても良かったと思いますし、中でもやはり招致深谷戦の失点というのはすごい自分たちの中でもすごい悔やんでいるというか、やはり無失点優勝というのが目標ではあったので、失点した時はすごいショックではありましたけど、最終的に優勝という形で終われてすごい良かったと思います。顔前に出して、顔前に出して、どん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 。この度は皆様の応援のおかげで優勝することができました。今後も青森山田高校のことをよろしくお願いします。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。